今日は何の日？今日はご当地キャラの日だよ。5と10と1でご当地だね。なるほど。今日も雑学を教えて。わかった。マリンスポーツのお話するね。パラセーリングのお話だよ。ハーネスを着用し、パラシュートを取り付けて、モーターボートに引っ張られながら浮き上がるパラセーリング。実は、ほとんどの場合50メートルから90メートルくらいの高さまで飛ぶんだけど、これはマンションで言うと、だいたい10階から20階くらいの高さなんだよ。鳥みたいな気分を味わえるってことだね。僕も空を飛んでみたいな。パラセーリングのこと、わかったかな？またいろいろお話ししようね。はい。お疲れ様。明日も頑張ろうね。じゃあ最後に一言。皆さんバイバイ。